をすることだけが献身というわけではない。カケル君のことを思うなら、今の体を休めたまえ。手裏剣術、手の内術に関する技術も草壁流にはあるわ。ああ、だが草壁の二等兵法を極めた人物として、草壁に三という人物も、草壁一族の歴史上最強の女陰陽師として名を馳せた人物、草壁流の長い歴史の中で禁呪や禁術とされたものがいくつかある。特に剣技においては危険と呼ばれ、私も少しずつ赤綱諸子の文献を紐解いているが、未だ一つとして習得できてはいない。今は夜明けという技を習得しようと鍛錬を積んでいるところだ。その草壁三の主な
週間ぶりに、これほど間隔が空いたのは初めてか。私としたことがない、間隔が空きすぎて気を抜いていたのかしら。このままでついつい二人ずつバラバラに行動しているということで、
万死に値する。